よう。おはよう。まあ昼か、もう昼過ぎだけどね。うん、今日は入笠山にスズランを見に行きます。はい、今ねちょうどスズラン祭りをやってるみたいで。スズラン祭りいつだった？5月20からか。ほんと最近始まったんだよね。うん、で例年だともうちょっと後なのかな、6月ぐらいなんだけど、うんうん、多分今年はなちょっと暖かいから早いんじゃないかなと思って、うん、行ってみよう。行ってみましょう。であれね、富士見パノラマのさ、うん、ゴンドラ乗って入笠山行けるけど、うん、3時からは車も入れるからさ。そうだね。そう、その時間に合わせてちょっと登ってみようかなと思って、うんうん、近くの湿原も気持ちいいじゃんそこ。あ、ね、そうだね、うん、だからそこら辺を見つつ行ってみようかなっていう。はい、うん、今回ね結構あの見てもらってる視聴者の方からさ、うんうん、声が聞き取りづらいからマイク使ってほしいっていうね、うーん、あのメッセージを結構もらってて、もう 1年前からだよね。そうだね、うん、でなかなかマイクをこう手出せなかったんだけど、うんうん、今回ちょっとメーカーさんから提供してもらったから、うんうん、今回は新しいマイクで撮ってます。はい、でこれねノイズキャンセルがあるから、うん、ちょっと今ノイズキャンセルをしてみるね。結構ロードノイズがあるから、うん、どうだろう。押してみました。これでどうなんだろうね。これで聞き取りやすくなってたらいいんだけどね。うんうん、どのくらいのノイズキャンセルなんだろうね。ね、うん。でもこれで聞きやすかったらいいけど、こもったら嫌だけど、どんな感じだろうな。どんな感じかわからないけど。うん、まあ結構さ外とかだとね、周りの音とかがうるさいことが多いからさ、うんうんうん、これでうまいこと言ったら使い分けたいよね。そういう自然撮るときは。今まで使ってる大きいマイク で、うん、でこうやって2人の会話とかレストランとかだとマイクの方が良さそうだから、うんうんうん、そういう使い分けをしてみようかなと思ってるんだけど、はい、まずは腹ごしらえ、うん、諏訪湖の近くに何だ何だっけな、雪石っていう塩そば専門店。あ、そうそう、塩そば専門店っていう、うん、ここら辺もだいぶもう新緑だね。そうだね、結構いい感じだ、うん、いいな。この峠だよね、カモシカ見たのね。ああ、そうそうそう、この先ね、うん、どう、あれは見えない、燃えちゃったところは見えないな、さすがに。こっち側から見えないのかな。見えないんじゃない。なんか、ね、霧ヶ峰っぽいのは見えてるけどな。ああ、そう、うん、ここもな、行きたいんだよな俺、この焼肉屋さん。焼肉屋さんね、うん、縁結び、美味しそうだよね。美味しそうだよね。混んでるもんね。うん。あ、見えたかも。見えた？あれ、霧ヶ峰ね。あ、本当？うん。おお。もう諏訪湖が見えたよ。あそこら辺だと思うんだけどな、真正面ぐらい。ああ、ちょっと。あれ違うかな。ちょっと見えてるね。わかんないね。どうなんだろう。ちょっとわかんない。うん。もうすぐか。あとね、4分、2.8 キロ。いいね。諏訪湖沿いだと思うんだけど。もう今諏訪湖だよ。うん。すごい工事してるじゃん。また自転車道かな。そうだよね。そうだよね、きっと。やったな。いいよね。サイクリングに最高じゃん。サイクリングに最高だもんな。うん。どんどんやってほしいね。一周つながるんでしょきっと。多分これなんか前できてたと思ったんだけどな、こっち側。岡谷の方ができてなかった記憶だけど。ああ確かに。すごいじゃん、ちゃんとした自転車道ができんだこれ。もう完全にね、自転車専用で。すごいじゃん。分けてるね。あ、ここだ、ここだ、ここです、ここ。どこだ、これできたらちょっと自転車で来よう。ここだ、ここ、ここよし。ミスターバーグ、とんかつ？このさ、あったあったあった、塩そば屋さん。よし、あったあった。じゃあここです。はい。行ってみよう、塩そば専門。いや、すごいね。どうぞ。お、当店も掲載されました。へえ。今日は塩そば830円。ネギ塩そばもちょっと気になるね。豚飯も結構美味しそう。餃子もあったか。それでね、ランチメニューはね、ライス小セットがね、無料。いいね。
キムチもあるみたいだよ。あ、そうそう、なんか ね、キムチどうぞって入り口にあるから。あ、来るに行くんだ。そうそう、ご入にどうぞって言ってたよ。来ましたよ。来たね、すごいね。すごい、めちゃくちゃ美味しそうな。めちゃくちゃうまそうだな。めちゃくちゃ美味しそうな。あ、ちょっと食べてみてよ、早速。はい、いただきます。あー、うまい。美味しい。うまい。あ、いいね。うまうま、めちゃくちゃうまい。うん、うまい。最高です。あ、めちゃくちゃうまい。スープからでしょ。いただきます。うわ、スープうま。おいしいよね、だしの味と。あと柚子入ってる、すごい。うん、あ、柚子でちょっとさっぱりして。あ、うまい。見た目から綺麗だもんね。ね、美しいよね、このラーメンは。うん、わぁ、おいしい。おいしいよね。うん、うん、なんか噛むのがわかるね。ね、あ、うまかったぜ。最高でした。なあ、あのチャーシューもめちゃくちゃうまかったな。うん、なんか出てきた時にさ、すごいわーってなる、この見た目の美しさもあって、すごかったよね。うん、麺がさ、ツルツルな。そうそう、ツルツルで、ね、すごいね。だしの効いたスープと、すごい美味しかった。最高です。いや、人気なのがわかる ね。天気が悪くなってきたじゃん。そうなの。なあ、山の方がちょっと天気が悪いね。やばいかもな。雨降るかも。なあ、もしかしたら。最悪だな。うん。まあいいか。晴れてんだけどな、左は。なんかでも雷雨みたいな、なんていうの、夕立みたいなのがあるって天気予報で言ってたよ。うん。まあ行くだけ行ってみるか。うん。富士見町に入りました。標高が888も。888だって。ねえ。いいね。お、出てきた。カゴメファーム。カゴメファーム。この先右折。あ、そうか、ユートロンがあるんだ、温泉が。おー。あ、帰り温泉入ってってもいいな。いいね。うん、さあ、もう行けるでしょう。3時。まだかあと2分か。あと1分だけど、これは右。ゆうかさ山の方。マイカー政治市中。こう左だね。そうか、結構上までマイカー規制じゃないんだね。そうみたいだね。どこからだろうね。あのバスのさ、旋回転みたいなのあったよな。もうちょっと行ったら。この先がマイカー規制だな。あ、そうだね。午後3時までな。うん、こっからはいいんだね。もう開いてる。開いてるもん、ね、ゲートが。うん、今車いっぱい。あ、こっから登山行くのか、みんなは。三笠山に入るのかな。そういうことだな。だいぶ上がってきたぞ。上がってきたね。すごいな。上に上がったんじゃない、これ。上がってきたね、もう。ちょっと平ら。あ、本当雨降りそうじゃん。大丈夫かな。ね。怖いな。こう平らだから登り切ったのかな。ちょうどここだけ雲があるな。あ、これ湿原の入り口じゃない。大河原湿原だっけな。そうだよね。うん、まあいいか。まずは林道、あ、スズラン。まずはスズランだね。うん、お、抜けた。おお、すげえ。あ、すごいじゃん。すごいね。おー、すごいすごい。ここで T 字路になるんだけど、うん、二人なんだけど、うん、車は左かもしれない。じ
左、うん、ちょっと行ってみよう。長谷村だってよ、あっちに抜けれんの。あ、稲、こっちか、そうか、稲だもんね。あ、そう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 、そうだね。そうそうそう、ああ、あ、登山、登山者用臨時駐車場。左、あれ、ここってキャンプできるんだね。えすごい、登山者用の臨時駐車場はこちら。はい、で、あ、ここ止めても歩いていくってこと？そうだね、それくらいしかないと思うんだけど。よし、では準備です。まずはこれで、カメラ、カメラに、これでな、音が、2人の会話が綺麗に入ればいいけどさ、うん、ちょっとわかんないよね、うん、でも離れてても大声出さないでいいのか。あ、そうだね、会話が遠くてもできるってことか、うん、それは便利かもね、うん、これで OK だね。 OK、 それとあとは外で風今日ボーボー言ってるからさ、うん、モフモフつけてく。あ、そうだね、うん、モフモフをじゃあ1個、はい、はい、もう1個入れとこうか。よいしょ、で、はい、で、こっちは俺。ノイズはいいか、ノイズキャンセルはいらないよね、外だから。音入った方がいいもんね、自然の音。そうだね、うん、で、あとはジンバル、ジンバルに乗っける。結構メッセージをもらうんですけど、うん、僕らが使ってるカメラはキャノンのソニーです。ソニーの α7S3 っていうやつにレンズが 20-1.8G だね、うんうん、とこういう手ブレ補正用のジンバルを使ってやってます。もう撮れたね、これで止まるといいでしょ、うん、うん、いい感じです。どう、いいね、うん、でもう一個のカメラはこれだね。最近 α7-4 買って、そうだね、24-70 の F4 のレンズ、この2台で撮ってます。はい、あれ、リンドある？リンドじゃないや、スズランある。スズランでしょ、あるかな、どこだろう。ね、ここじゃなかったりしてな。あっち、わかんない、まあ、真ん中行ってみようか、とりあえず。ここ、まっすぐ行ってみる、うん、あれあれ、あ、これが全部そうか、まだまだなのか、もしかしたらそういうこと？まだなのかもね。まだなのかも。ねえ。あれ？見頃って書いてなかったっけな。いや、見頃じゃないよ。なんか一個咲きましたって書いてあった。本当？うん。ないね、スズラン、ここは。ないね。どうやら違うっぽいよ。パノラマのとこ行かないと。パノラマの方行かないとダメなのかな。行ってみる？行ってみようか。ミスったな。ゴンドラ山頂駅、まっすぐだな。あ、スズラン自生地、ここに書いてあるじゃん。あ、1分だって。ここほら、自生地階段1分。ああ、1分。そこだけどな。え、これを全部登った先ってことじゃなくて、というよりその途中なんじゃないの。ちょっと行ってみようか、うんうん、多分まだなんだよ。あれ、まだなのかな。やばい、なんもないぞ。ないね。なんもない。気持ちいいとこだね。ねえ、遊歩道があって結構いい感じ。
ああすごいね、後ろすごいよ。ああすごいね、結構気持ちいい。うん、やっぱここみたいね。え、なんもないや、まださ緑でしかなかったね。つぼみだね、残念。ちょっと早かったね。ちょびっと咲いてる。あ、本当じゃん、一つ咲いてるじゃん、すごいな。これが全部そうだ。行くか、パノラマの方行ってみようか。行ってみようかね。え、おお、高原って感じ。うん、爽やかです。とっても爽やかだね。1900近いんだもんな、すごいよな。うん、はあ、下より10度以上低いんだもんね。そうだね、すごいよね。うん、よう、いっぱい生えてるね。うん、いっぱい生えてる。あ、これね、うん、これ全部咲いたらすごかった。全部咲いたらすごい綺麗だろうね。なあ、もう一回来ないとね。え、ダウンヒルのついでに来てもいいな。そうだね、うん、いいね、晴れると気持ちいいね。気持ちいいね。すっごい綺麗じゃない、前のあれも、白樺、白樺もね、うん、やっぱさ、静かで鳥がさえずってて、すごくいいよね。よね、遊歩道まであるんだから申し分ないよ。なあ。見つけた、ついに咲いてました。気持ちいいな、すごい。まだだったな。まだだったね。全然まだ。ちょびっと咲いてたけどね。なんか見頃って書いてあった気がしたんだけど。去年の見てたか。去年の見てたかもしれない。もしかしたら。かもしれないね。でもね、本当これから。そうだね。すごい
そうそういっぱいあったじゃん。たたん何あの葉っぱは。あそうそう葉っぱはいっぱいあって、うん、でパノラマもちょびっと咲いて、パノラマがちょびっと咲いてたんだけど。お手軽だしな。この先のビュースポット見て、うん、あと湿原ちょっと見ていこうかな、もう一個の。うん、そうしよう。ここだな。ここここ。になったね。こっちよく持ってるけどさ、町の方は晴れてる。山はどう？あ、ちょっと降りてみようか。ちょっと。もうすぐだったよね、多分湿原。そうだね。そんなに遠くなかったと思うよ。あ、ここだよね。あ、そう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 。前が駐車場でしょ。大和原。あ、やっぱ大和原湿原だ。大和原湿原。一周1700m、30分。行ってみる？うん、行ってみよう。うん、結構肌寒いな、夕方にもなると。日が陰っちゃったかな。曇ってるな。日陰ったっていうか、雲の中に入っちゃったね。そうだね。うん、今10度だって。ちょっと寒いね。わー！おー、鹿だ。すごい。すごいじゃん。びっくりした。湿原に叱っているんだ。湿原を走り回っているよ。すごいね。びっくりした。何かと思った。本当だよね。クマかもしれないもん ね。 ねえ、こんな標高高いところにいないかな。どうなんだろう。 2000m にはいないって出てたもんな。うん。あ、行っちゃった。あっちに、奥にもいっぱいいる。走ってた、今。晴れないな。晴れないね。戻るか。そうだね。寒いしな。結構冷えてきた。結構冷えてきた。温泉行こう。うん。寒い寒い。さあ、温泉。温泉。お、前晴れてるじゃん。いいね。ユートロンでいいよね。ユートロンでいいよ。いいよね。降りてきたな。降りてきたね。ここまでが通行止めになるところ。おお、晴れてきたじゃん、八ヶ岳も。本当だね。すごい見えてきたね、上の方が。おお、綺麗だな。ここを左。左。
てる。あ、出てるじゃん、ユートロン。ここを右。はい、右到着です。なんかこれ右にもあんの、ふれあい温泉ね。なんか温泉って書いてあるよね。温泉って書いてあったな。あ、俺昔行ったことあるかも、自転車乗ったら乗ってる時に。本当、多分ある。この近くに2つあるんだ、公民館みたいなところ。もっと下だろう、これ RV パークでしょ。ここか。違うよ、だい、もう一個下の左側じゃない。あ、ここか、うん、休みか。あれ、なんか暗いなと思ったら空いてんなと思ったんだよ、俺も。休みじゃん、今日休みだ。ああ、あら、残念残念。そう、しょうがないね。だったらどこに行きましょうか。もうご飯に行っちゃう？ああ、先にご飯行くか。ああ、どっかあったっけ、他に温泉。温泉、この近くだとどこがあったっけな。降りて25ちょっと入ったところ。ジノの、あの、反抗してくれるところ。はいはい。そこ。そこかな。か、うん、道の駅まで行くかね。ああ、下のよね。ああ。すごい、暑さ来た。本当だ。暑さだな、これは。これは暑さだね。あ、おー、すごい、ダブル暑さだ。おー、まさかの。ここ右です。はい。あ、もうあれか、もう日暮れだな。よし、やってる。17度。よし、着いた。やってるな。よかったよかった。よかった。はい。さあ、さっぱりしました。さっぱりしたね。やっぱりね、ちょっと混んでたからな。うんうん。あれだったけど。そうだね。では、夕飯を食べに行きましょう。はーい。あと、何キロだ ?1.5 キロぐらい。うん、近いな。お風呂から15分ってとこ、10分ってとこだな。はい。ここ、左だって。はい。今日行くとこはテイクアウト何回かしたことあるんだよね。そうだ ね、うん、ついにお店で食べようと思って。開いてんのかな、7時半だけど。おお。どうだろう、怪しいかもしれないぞ。大丈夫かな、ちょっと急いで行ってみようか。あ、真っ暗だもん周り。そりゃね。もうすぐ着きます。どこだ、ここだ、どこだ。あと 200m だって。わかんないな。どこだ。あったあった、ここだ。 あったあった。どうやって、そう、電気ついてるけどね。原村に入りました。お、混んでんのかな。混んでるのかな。さあ、山の幸です。メニューはこんな感じ。うん、はい。お蕎麦とかいっぱいやって、うん、で、このね、山の幸定食っていうのが、今日は山の幸定食と、うん、天ぷら定食、うん、かいろいろあるね、セットにもできるみたい。そうそう。あ、で、馬刺しもあるんだ。馬刺し定食っていうのもあるよ、ね、へー、美味しそう。一品もあって、うん、でね、天ぷら、今日山菜のさ、天ぷら頼もうと思ったら、今日はタラの芽しかないって言われたから、うん、タラの芽はこの前ね、タラく食べたから。そうだね、やめたの。これも美味しそうだね、キノコ刺しとかさ。本当だね、それはでも今じゃないよね、秋だよね。すごいね、キノコ刺しだってね。すごいね、キノコ汁地下、すごい。松茸とかもあるんだ。松茸尽くしコースとかもあるの。やっぱその時期に来たらね、すごいじゃん、食べれるのかな。そういうことだね。これもすごいじゃん、店長お任せおつまみ、4、5品お出しするおつまみセット。あ、 おつまみセットか、お酒はつかないんだな。来ましたよ、まずは天ぷら。すごいで、豪華だね、いろいろ入ってるじゃん。タラの芽も入ってるし、ね、これわらびでしょ。
美味しそう。最高です。最高最高。そちらは？こちらは山の幸定食。なんかすごいね。お？あ、天ぷらと？ちょっと待って、入ってないの？え、すごいじゃん。じゃん。わ、お蕎麦も。美味しそう。で、ご飯が炊き込みご飯だ。そう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 。すごい。わあ、美味しそうだね。いいね。わあ、これも美味しそう。ここも。え、これわらびか。一緒だね。にタケノコが入ってる。こごみだっけ？こういうの丸っこいの。いただくよ。いいな。タラの芽からいただきます。はーい。うまい。おいしい？これはうまい。サクサクだね。うん、揚げたてで。うまい。うん。山菜も食べてみてよ。あ、ぬるぬるしてうまい。あ、そう。うん。あ、美味しい。最高。お蕎麦からかな、やっぱり。いいんじゃない？いやー、美味しそうですね。いただきます。いいね。なんかやっぱそっちいいね。いろいろあるね。いっぱい入ってるもんね。うん、お蕎麦美味しい。うまい。うん、結構量も入ってるんだよ。蕎麦。あ、本当だね。うん、いいね。美味しいな。これに来たら長野がすべて網羅されてますって感じだね。うん。ね。うん。おお、すごいすごい。うん。いやー、美味しかったぜ。美味しかったね。最高だったな。ね。そして値段もいいね。うんうん、そうだね。2,800円、いいんじゃない？いいんじゃない？美味しかった。美味しかったよ。山菜の天ぷらとかもあったし、ね、お蕎麦もあったし。お蕎麦もあったしね。満足感がすごいな。うん、石では。でもちょっと足りないんだよな。足りない？なんか食べよう、どっかで。いいよ。My mind's so sweet, I need it from your heart. Come on.